あらまあ物騒なこと。産経新聞2019年12月12日第2次朝鮮戦争の可能性高い。米仏指揮者が警告。アメリカとフランスの指揮者が警告してますよ。記事によりますと、政治学者でクリントン政権の国防次官補を務めたアメリカのハーバード大学の教授グレアム・アリソンさんは12日日本アカデミア第1回東京会議でアメリカとの対立が深まる北朝鮮の核ミサイル問題をめぐり、第2次朝鮮戦争が起きる可能性が高まっていると警告した。いや恐ろしいわ。水際で難民を止めてくださいね。とにかく私は日本国と日本人の生命と財産と生活が大切なんですよ。だからいきなり難民とか入ってこられたらもう大変なことになるから堪忍なんですけど。でアリソンさんは情勢を非常に危険な展開と指摘、年末を期限にアメリカ側に制裁解除など譲歩を迫るキム・ジョンウンが今後数週間以内に何らかの方法を発するとの見通しを示した。北朝鮮がアメリカ本土の脅威となる大陸間弾道ミサイル ICBM 発射や核実験を続けた2017年11月までの状態に復帰した場合、トランプアメリカ大統領がミサイル発射台破壊など軍事攻撃を命ずる用意があると指摘。第二次朝鮮戦争に進む確率は 50% 以上ではないが、かなり大きな可能性があると語った。今、停戦中だからね。再開っていうことかな。1950年から53年の朝鮮戦争と違い、北朝鮮が日本を攻撃する選択肢も指摘され、アリソンさんは、日本や中国にも戦争回避で今すぐ対応すべきことがあると呼びかけた。そう、憲法改正間に合わへんやろけど、難民対策はせなあかんで。フランスの経済学者、思想家のジャック・アタリさんっていう人が、いらっしゃるね。北朝鮮は来年の大問題になる。どこまでもしたいことをさせると、核不拡散の終わりとなると危機感を示した。だからもう残念ながら今のうちにバンってやっとかへんかったら、えらいことになるって感じ。今までよう野放しにしてるなって感じやねん。で、夕刊フジザクザク。12月10日の記事。米韓電話会談で、トランプ氏怒りの警告。文はしどろもどろ。米関係者が明かした真相。緊迫する朝鮮半島情勢。米は北への新軍事作戦を持っている。やって。記事によりますと、ドナルド・トランプアメリカ大統領は7日午前、韓国のムンジェイン大統領と電話首脳会談を行った。北朝鮮情勢について協議したというか、トランプ大統領の本当の狙いはそれだけでない。中国の国務委員兼外相の王毅さんが訪韓、4日5日。王毅さんが訪韓したタイミングで、ムンジェインの外交安全保障のブレーンが、中国の核の傘入りについて言及するなど、韓国が再び裏切りの本音をあらわにしたからだ。北朝鮮の朝鮮中央通信は8日、北朝鮮の北西部トンチャンリで、非常に重大な実験が行われたと発表した。緊迫する朝鮮半島情勢について、ジャーナリストの加賀光栄さんが迫った。ちっちゃいタイトルで、アメリカは北への新軍事作戦を持っているぞ。アメリカの情報当局関係者は次のように語りました。ムンジェインはしどろもどろだったようだ。トランプ大統領はアメリカを舐めていると怒り狂っている。ホワイトハウスでは、ムンジェイン敵視排除論が吹き出している。切り捨てられんねんな。シリアみたいになってまうんかな。よくわからんけど。韓国大統領府は記者会見で、電話会談はトランプ大統領の要請で行われたと突然だったことを明かし、会見内容は、米韓首脳電話会議は7日、約30分間行われた。両首脳の電話会談は5月8日以来、実に7ヶ月ぶりだ。韓国大統領府は記者会見で、電話会談はトランプ大統領の要請で行われたと突然だったことを明かし、会談内容は北朝鮮の非核化が難航し、朝鮮半島情勢が難しい状態にあるとの認識で一致。
今後も米韓首脳間で通話することを確認したと説明した。大笑いだ、大嘘だって書いてある。日本の外務省関係者は、トランプ大統領はムンジェインを毛嫌いしており、電話会談の要請は異例だ、王氏の帰国直後に言いたいことがあったということだ。一つはまたアメリカを裏切り中国に寝返るのかという怒りの警告。もう一つはアメリカは北朝鮮への新軍事作戦を持っているぞという警告だと言った。中国の王毅が帰った直後に、お前また裏切るんかボケーっていう電話をかけたいうことやね。で、またちっちゃいタイトルで、中国の同盟裏切り強要、文大統領否定せず。レッドチーム入り。王氏はって書いてあんねんけど、中国の王毅のおっさんは訪韓中、韓国にいる間、ムンジェイン大統領と外相のオバハン・カンギョンファと会談し、アメリカ批判を連発した。暗に黙って従え、従わなければ韓国を潰すと脅し、次の要求を突きつけたとされる。いや怖いね、共産党やしな。何されるか分かる。1、米軍が韓国に配備した高高度防衛ミサイルサードの撤去。2、アメリカが中国やロシアを牽制するため、アジア配備を検討している中距離ミサイルの韓国配備を拒否。3、アメリカが対中包囲網として同盟国と進める自由で開かれたインド太平洋戦略に参加せず、中国が推進する巨大経済圏構想一帯一路への参加。レッドチームめっちゃ怖いよ、いたいたんが待ってるよ。ちょっと話戻して。2、アメリカが中国やロシアを牽制するためアジア配備を検討している中距離ミサイルの韓国配備を拒否。っていうことはロシアも赤組で、これはアメリカと同盟国に対する裏切りの強要だ。だがムンジェインは明確に拒否せず、経済や安保面での積極的支援を要請した。ふざけるなだって書いてある。特にムンジェイン政権の司令塔であるムンジョイン大統領統一外交安保特別補佐官ってのが4日、国際会議で放った以下の発言がアメリカを激怒させた。もし北朝鮮の非核化が行われていない状態で在韓米軍が撤退したら、中国が韓国に核の傘を提供し、その状態で北朝鮮と非核化交渉をするという案はどうだろうか。すごいこと言うてんね。北朝鮮と中国は通貨の仲じゃないの？韓国ちょっとおかず違いやわ。外事警察関係者は、ムンジェインは常軌を逸している。先月22日アメリカの逆鱗に触れて、日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA の全面維持を発表し、事実上土下座でアメリカと同盟関係をつなぎ止めたばかりだ、裏切りの本性丸出しだと語った。さらに深刻な問題がある。米朝軍事衝突の危機が再燃したのだ。ここでも述べられてんねんね。トランプ大統領は3日、訪問先のロンドンで記者団に、私は北朝鮮のキム・ジョンウンが好きだ、ロケットマンと呼んでいると言い、アメリカは世界最強の軍隊を持つ、できるなら使いたくないが必要な時は使うと北朝鮮に対する軍事行動を示唆した。トランプ大統領がジョンウンをロケットマンと呼ぶのは、アメリカが北朝鮮への軍事作戦、斬首作戦決行の X デーを設定し、第2次朝鮮戦争勃発の危機が極度に高まった2017年以来だ。トランプ大統領は本気で朝鮮半島情勢を戻す気なのか。以下、複数の日米情報当局関係者から入手した驚愕の情報だ。やって。北朝鮮はアメリカとの交渉期限を年末としていたが、核保有のままではアメリカから経済制裁解除は引き出せないと判断した。ジョンは絶望で反狂乱だ。年末に党中央委員会総会を緊急招集した。アメリカとの対話政策の破棄決裂宣言を行うようだ。で、ちっちゃいタイトル、対北軍事作戦、ジョン側近が協力者。
核実験とミサイル発射の準備が始まった北朝鮮は、アメリカ本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル ICBM 火星15などを日本の領土を越えて太平洋に打ち込みかねない。全世界が注目する来年1月1日の新年の演説で、ジョンは全てアメリカが悪いと人民に対米戦争準備を命令、非常事態宣言を出すつもりだやって。これに対しアメリカはすでに新軍事作戦準備を完了させている。あ、来年か。米軍関係者がこう明かす。米陸軍特殊部隊デルフォースなどの部隊が10月27日過激派組織イスラム国の指導者 IS の指導者アブバクル・バグディ容疑者を急襲し、突然襲いかかり追い詰め自爆させた完璧な秘密軍事作戦だ。作戦成功の鍵は側近の裏切りだ。対北朝鮮軍事作戦も同様、ジョンウンの側近が協力者だ来年早々あるっちゅうことかな。で、記事ラストの2行、朝鮮半島情勢が再び緊迫してきた。怒りを込めて言う。日本人よ、目を覚ませ。季節外れの桜でバカ騒ぎをしている場合ではない。まあな、桜桜言うてるやつって共産主義者赤い工作員やからな。一般の日本人ってもっとのんきで、連日の桜の報道を鵜呑みにして安倍総理を嫌っている一般国民も多いと思いますけど、まあみんなのんきやで。来年結構大変な年になりそうですね。我々は一喜一憂せず、あら大変ね、うちら関係ないしって感じで冷ややかに見てるのが一番でしょうね。